村上忠から1932年は、明治期の実業家、ジャーナリスト、共同火災保険株式会社設立者、三井銀行代表、三井倉庫社長兼支配人、東洋出版協会社長、熊本新聞主幹、神戸また、新日報主筆などを歴任した、秋国竹原町に広島藩主として生まれる。村上家は、代々同地の素法家として使え、 祖父の大井川海地区の校により、藩主から電磁八十兆を賜った大屋であった。家徳を継いで登場し、大阪の修正中学に学んだ後、慶応義塾に転じ、明治十三年三月に卒業。直ちに、熊本新聞に入社し主管となる。神風連の乱に際して、氏族反乱を支持し、自由統計の死守と図って東越新聞を起こす。海進新,新聞。 栃木新聞主筆を務め、時の権令、三島道常の施政方針に反対して16回の発行停止を食らった。明治21年には、下付新聞に転じて、国論の急先鋒として、新聞に本などとともに、大隈重信の部の条約改正問題を攻撃、管理部辱罪で下告したが、憲法発布に許されて釈放された。釈放後は、 実業界に身を展示、採用鉄道を経て、三井家に閉鎖される。第33銀行が破綻した際に大整理を断行して、手腕を発揮し、三井倉庫の支配人に就任。明治39年には、早川千吉郎の圧戦により、共同火災保険会社を設立。創立後は、三井銀行の代表となり、田辺定吉と共に、社長専務取締役となった。 このほか、内国貯蓄銀行の重役なども務めた。ありがとうございます。